goes there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. はい、皆さんこんにちは、サンニです。今日はインスタグラムの方にも載せてあったんですけど、こちらのレビューをしていきたいと思います。では始めましょう。はい、ってことで11月もうホリデーコレクションとかいっぱい出てると思うんですけど、今年はいろいろ見て、いつも惹かれるのってマックなんですよ。私マックすごく好きなんですけど、マックのコレクションがどうしてもね、毎年惹かれるものがあって、去年は何も買わなかったです去年は何も買わなかったんですけど、今年は、ちょうどね、ホリデーコレクション出るちょっと前、1週間前が自分の誕生日だったので、まあちょっとおねだりして買ってもらった、プレゼントになります。で、これは一応予約、本当は予約のつもりではいかなかったんだけど、買いに行くつもりで行ったら、なんとまだ予約ってことで、予約して購入しました。で、発売当日に行って取りに行ったんですけど、今回はこちらのアイシャドウパレットを買いました。他のものもね、たくさん出てるんだけど、一番惹かれたっていうか、一番なんか自分の中でこれお得じゃないって思ったのがこのパレットだったんですなんでかっていうと、まあ、マックのアイシャドウ単品1個でね買うと、まあそれなりにするんですけど、まあここにはね、何色だこれ何色だろう、まあ何色か入ってて、まあ、ここに書いておきます。なので、まあその値段層、9かな、わかんない。まあそう、値段で考えればお得じゃないって思ったし、まあ可愛い、何よりも可愛いしって思って買いました。で、予約した時はブラウン系が欲しかったんだけど、ブラウン系がもう売り切れって言われたんですよ、予約の時点で。でそれでそっかと思って、まあ一番そのブラウンの後に、あとブラウンの次によく使うのが、まあマット系だけど、まあ、ピンク系のピンクとかベージュとか、なんかそういうなんていうのあの色たち、まあそういう色が好きで、じゃあまあもう一個のピンク系のやつにしようかなと思って、そっちを予約しました。で当日行ったらまあ売り切れとは書いてなかったから、そのマックのお姉さんに「もしかしてブラウン系ってあるんですか?」って聞いたら「今ちょうど2個だけあります」って言われて、わっと思って、じゃあそちらに変えてくださいってことで、こちらに変えてもらいました。まあなんでかっていうと、まあブラウン系はどの季節でも使えるっていうのもそうだし、あとはその他のなんだろう、いろんな色と合うんだよね、ブラウン系って。だからいいなと思って、まあ、結局こういう色で、もうこれを持ってればもう単品のブラウン系はとりあえずいらないかなとか思ってきて、そうで、そうそう、で最近もね、日本もっていうか、まあ、マット系も結構ね人気になってきたのかわかんないけど、私好みのものがいっぱい出てきてすごく嬉しいです。でこちらはまだ使ってないです。今日はまだメイクしてないので、これを使ったメイクを後でチュートリアルをしていきたいと思います。はい、ってことでまずね、その袋がもうね、最初見てかわいいって思ったのが、もういつもの真っ黒な袋じゃなくて、このホリデーコレクションのデザインになってる袋になります。これは永久保存でございます。はい。でもう今箱から出しちゃったんだけど、なんとね、こういうのって、こういうマスクのパレットもなんか結構偽物出回ってるんですよ。知ってますか？結構ね、メルカリとかそこら辺のやつとか、ヤフーオークションとか結構出回ってます。だけどそういう時はちゃんとね、シリアルナンバーっていうんですかがちゃんと箱のなんかこのね箱のこう開けるとここにねシリアルナンバー的なものが入ってるので、もしねネットとかで公式じゃないページでもし買うとしたら、そういうのをちょっとチェックしてくれればなと思います。でまあ箱通りのデザインになっております。こんな感じです。かわいいよね。すごいかわいいなと思います。ではい中身見ていきましょう。まあそうですね、この感じすごいね、なんかいろいろ似てるでしょ。そういろいろ似てるのよ結構流行ってる、ネイケッドとか、まあ日本で発売されてるものだとロレアルとか、そこら辺が結構やっぱ今人気で、みんなそういう色がね今いろんなメーカーから出されてて、まあマスクもこういうパレットを出してきましたね。でまずはこのパレット、プラスチックがついてます。プラスチックがついてて、まあ筆もついてます。でこの筆はね可愛いんだよね。この筆もちゃんとねこれ外すと番号が書いてあります。 213E と 214E っていう番号が見えるかな。うんこんな感じでちゃんと番号がついてて、こっち側に MAC って書いてあります。はいねこういうのが出るとほんとすぐね偽物さんができるんですよね。まあ偽物の中にもね結構発色いいものがあるんですけどね、はい、安ければいいんだけど、まあそんな感じでついてきます。で色はね今さっき見てもらってると思うけどすごくいいです。ただ1個だけ言えることが、このねパレットのこの一番明るい色、これがなかなかね腕には全然映ってくれなくてスワッチしにくくて、だけど指とかにはすごいね発色良かったのね。ちょっと今見てもらいたいんだけど見えるかな。こんな感じでなんかねなんだろう、指にはすごいこういう感じでいい感じなんだけど、スワッチするとあんまり映んない。わかんない、肌があれ白すぎるかもしれない。白すぎる、そんな白くないんだけど、あまあこんな感じだったら映るね。あじゃあいいわじゃあいいです。この色はねすごい可愛いなと思ったのは、アイシャドウとしてだけじゃなくてハイライトとしても、ここら辺につけるハイライトとしても使えるかなと思います。あとの色はすごくね使いやすい色たちばっかりで、結構今流行ってるマットとそのラメ系、なんていうんだっけ、マットとちょっとラメ感のあるアイシャドウの組み合わせの、アイメイクができると思うので、いい感じな気がする。そうだからなんかすごいね誰でも扱いやすい色になってると思います。で自分が持ってる色と一緒に使うっていうのもありだと思うので、MAC のアイシャドウに興味がある人、こちらお得だと思います。はいでまあそれくらいかな。なんか指で触った感覚としてはまあそれぞれねアイシャドウが全部マット系ではないのでその違いがあると思うんですけど、すっごくこうなんか滑らかな感じもするし、それはマット系のアイシャドウはね。でこのなんていうの、このラメラメしてるやつはまあ実際に目につけるとまた多分違うと思うんだけど、結構パサッしてる感じする。粉飛びするかわかんないけど、まあ実際に目にちょっと後でねチュートリアルで試してみたいと思うんだけど、まあそんな感じです。はいで他にもねコレクション他のやつも今いっぱい出てて、今週また新たな口紅のセットとかピグメントのセットとか、リップグロスのセットとか出てます。なので、はい。で、今年のホリデーコレクションはこれだけ買いました。本当はハイライトが欲しかったの。大きいハイライト。だけど、まあ私の地元にあるマックではもう激レだったので、まあ実際に見て、どんな感じかっていうのをね、見ないと私わかんないので、そう。だからネットでは買ってないんだけど、まあ今年はこれだけ。これだけ。で、マックのホリデーはこれだけにします。はい、なので今からチュートリアルしていきたいと思います。はい、ではリクエストにもあったようにお話をしながら説明しながらメイクしていきたいと思います。私はですね、だいたい二重の線よりちょっと上目に薄いオレンジ色とかをつけることが多いです。でその後にそれよりもちょっと濃いめの茶色オレンジ茶色を、ぼかしながら入れていきます。この時に、二重線の延長線みたいな感じでつけるのがポイントです。これで立体的な目になります。はい。で、今からセリアキャドゥで買ったブラシで、下にも、ぼかしながらつけます。とにかくぼかすっていうのがポイントです。シンプルなメイクがいい人はここのステップで終わりにするといいと思います。ここでキラキラっとしたピンクオレンジのアイシャドウをのせていってます。だけど見てわかると思うんだけどあんまり見えない。やっぱ粉々しいので筆にちょっとお水をつけてアイシャドウをやると発色良くなるのでおすすめです。このブラシもキャンドゥセリアに売ってるものになります。で、もう少し濃いめにしたいなと思って、ちょっと黒めのアイシャドウを入れます。これもぼかしながら入れていきます。まあ、こんなに濃いのは嫌な人は別にこれ抜かしても全然いいです。最後に、このハイライトっぽいやつを目頭につけます。そうするとハイライトみたいな感じでキラキラとしてて可愛いメイクになります。はい、ではリップ。好きなものを使ってください。私は今回これを使いました。マックでちょっと縛ってみました。で、アイライナーとかはそういうのはもう自分の好きな引き方でいいです。今回はつけまつけてないです。はい、ではこんな感じでメイクができました。アイライナーのとことマスカラのとこは飛ばしたんですけど、それは自分で好きなようにやってください。もしね、私のアイライナーの引き方を知りたい人はここら辺に関連動画として、リンクしておきますので、もしよかったらそっちの方も見てください。はい、ではこんな感じで、2016年マックのホリデーコレクションレビューでした。